こんにちは。この度ね、ポイントサイトのたまりにたまったポイントを、まあ、のお金の方にね、変えようと思います。まあ、その中でも PayPay ペイペイにしようかと思ったんですけども、これがね、素直に変わらないんですよ。いや、こういうことね、全然わからなかったですね。まあ、今までポイントサイトされてた方はどういう風にしたのかなと思って聞いてみると、なんとね、換金できるほどまでにたまってない方が結構いらっしゃるんですよ。で私ね、ポイントサイトのモッピーを、 始めて2ヶ月でで万円以上あの貯まったんでねそれを今現金化しようと思ったんですけども PayPay、まあ、ペイペイですけどもねそれがねスムーズにいかないんですよで今回その動画を撮りましたんで皆さんにねまあそういうこともあるんだなということでご確認いただければと思います、まあ、これについて何かねヒントがありましたら皆さんからもいろいろとね、えー、聞かせていただければ幸いでございますそれではポイントサイトもっぴー 私が実際に換金してみたらこうなったみたいな形でございます。まあ、絶望的でも全然ないでもないですけどもね、あの、ちゃんとお金には変わると思いますけども。まあ、最初の換金はこういうふうになりましたってことなんで、ご覧ください。はい、こんにちは。即開塾の久保です。今日はね、モッピーのたまりにたまったポイントを換金しようかと思って、今、減ってるでしょ ?9 万7,773円に。1万円分だけポイント交換したんですよ。 でね、えー、ここに注意点出てるんですけども、ポイント交換した後は、24時間以内の交換申請はできませんということなんですよね。だから、1万円刻みなのかなと思います。まあ、正確に言うと、えっ、ー、と、5000円から1万円の間で、えー、交換ができたんで、10万円できると思ったんですけど、できなかったんでね、1万円ずつ小刻みにしようと思ったら、1回1万円やると、なんか、その24時間はもうこれ以上できませんになるんですよ。で、初回審査ありの記載がある交換先についてってあるでしょ 多分これにもかかってるんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、3つ目、ポイント交換審査中のため、交換申請はできませんってことなんですよ。だからこれは最初だけなのかなこの交換申請は。うん、で、今ね、すべての交換申請ができなくなってるんですよ。で、PayPay ペイペイだけ1万やったんですけどもね。うん。あ、PayPay は500から1万まで。 交換可能なのか一気にね、洗いざらいしようかと思ったんですけどもね、なんか最初のポイント交換にはこんなことがあるらしいです。知らなかったな。ということなんで、たまりにたまったポイント、今日は私初めてポイント交換してみたんですけど、えー、モッピーポイントから PayPay ペイペイに1ポイント1円になるんで、えー、上限が1万で、とりあえず1万したら、ホールドがかかりました。ということなんで、24時間経ったら、 ま、あの、監禁の再開が、今度はね、できるのか、ちょっとわかりませんけども、希望としてはね、次からは無制限にさしてほしいな、と思うんですよ。うん、じゃなくても、上限1万だったら、何ですよ、10日間かかるってことなのかなそしたら。うん、ちょっとめんどくさいな、と思うけど、まあまあいいでしょう。ということがわかったわけでもよかったです。とりあえず、モッピーは、 ああ、ここで一旦終わりにしてね、えー、今度は、ポイントサイトの笑うっていうところに行ってみます。で、ここで不思議なことなんですけども、ポイントサイトをね、たくさん紹介してくださって本当にありがとうございます。でも、紹介してくださる方が聞いてみると、あの、全然ポイントが上がってないっていうかね、せいぜい2万ぐらいなんですよ。うん、やっぱこう、最初の1ヶ月か2ヶ月で10万ぐらいっていうのは難しいもんなんですかね。なんかコメントがありましたら教えてください。私はこうやって毎日動画で撮りながら、 10万になったこと、10万円になったことね、お見せできたと思います。あと、滞留しているポイントが10万ちょっとあるんですけども、まあ、多分、えー、と、これから、今、2月になりますからね、そろそろ。2月になったら、あと5万ポイントぐらいが、こっちの確定の方に移ってきて、えー、30万で未確定、着地は最終15万っていうところで、 うんと、承認率は50%ぐらいなのかなと思いますよね。こういったポイントサイトってセルフバックと一緒で、全部が承認されるとは限らなくて、何かの問題でね、あの、キャンセルとか否認にあって、うん、例えば10万が10万全部はならないんですよ。だいたい私の場合は、うん、まあ、普通の人で2割から3割ぐらいね、えー、が来ればいいかなと。半分ぐらいが承認されればいいんじゃないかなと思ってますけども、 ずっと繰り返してやることによって、その、モッピーとのね、信頼関係ができていくと、まあ大体8割から9割とかになっていくんじゃないかなと思います。まあその頃はね、もう案件もかなりやってて、ブラックランクぐらいだと思いますんでね。まあ毎日ログインすることが非常に大事です。毎日ログインすると、ああ、毎日使ってくれてるなってことで、まあ信頼関係も高まりますかね。だからなんか妙なツール使ったり、あの、別のアカウントから、あの、IP アドレスから侵入して、アカウントを何人かでこう、 使いましたりすると、これはね、不正と疑われて、アカウントがロックされたりしますんでね。まあ、あの、セルフバックをずっとやってると、そういうふうなね、ズルする人も結構いるわけですよ。うん、だから分かっちゃいますからね。うん、まあだから、まっとうにやって、最初の2月で10万円を目指せば、まあ、次のポイントサイトに移ってもいいのかなと私は思ってますけどね。もちろん、1個のポイントサイトをやり続けてもいいんですけど、私の場合はポイントサイトを、 10個ぐらい渡り歩いて、で100万円ぐらいが1年でできないかなって計画してますんで、今度は笑うでね、笑うの方でちょっと最初の二月。 2月3月で10万円ぐらいをゲットしてみようかなってことこですけどもねえ。引き続きよろしくお願いします。まあ今日お伝えしたかったことは、ポイント交換にどうも初回審査があるってこと、それから交換の上限があるってこと、あと3つ目は私の初見ですけども、不正はバレますんで、えー、の絶対やらないでくださいね。あの自分だけ儲けようとするんじゃなくって、このポイントサイトに関わる人、皆さんに利益があるようにって考えながらやると、信頼関係は高まっていきます。そしてそっちの方がね、 あの、やっぱり、正々堂々とやった方がいいわけですよ。なんか、年収をごまかしてね、あの、不動産の、何ですか、面談を受けたりとかっていうのも全然持ってのほかですし、え、それからね、あの、何ていうんですかね、あの、購入して、商品を買って、その、報酬もらって、届いた商品は、なんか、どっかのね、フリマサイトに売るみたいなことしても、これバレますからね。もう、ポイントサイト業界から永久追放されちゃいますから。あもうそういう人はね、結構いますんでね。 私がこのセルフバックポイントサイト業界に長く生き続けてるってことは全部真っ当にやってるってことだと思うんですよ。そういうふうに評価されてると思うんでね。あの正直が一番ですから。よろしくお願いします。もうね、買収なんて持ってのほかですからね。まあ、買収は可愛い案里ですけども。うん、今、今日なんかあれでしょ判決出ましたよね。これ、上告するのかな控訴するのかなどうなんですかね。はい、じゃあ以上です。